1979年に西条市内で配布されたシングル版レコード、西条祭り囃子に伊勢音頭などを吹き込んだ男性がこのほど、市内の祭り愛好家によるビデオ制作の一環で、35年ぶりに本格的な収録に臨みました。歌を収録したのは西条市福竹の西森誠一さん、83歳です。市内で民謡や三味線を教えています。10月の西条祭りに欠かせない伊勢音頭ですが、だんじりが急増した1970年代には歌を知らない地域もあったため、旧西条市が祭り囃子を周知するためレコードを制作し、西森さんら2人が吹き込みました。レコード制作から35年、今度は映像で後世に伝えることを祭り愛好家の尾形明人さんが西森さんに提案しました。市内の各祭礼のシーンを集めたブルーレイ、DVD の特典として収めます。収録には西森さんの教え子など16人も参加し、三味線と太鼓の音に合わせて伊勢音頭や出鑑賞節など7曲を歌い上げました。西森さんは動画を見て真似をして受け継いでくれる人が出てくればと期待しています。